このスイーツ美味しいって。私もそれにしました。やらせとか関係なく。はい、かわいはじのタッキーです。さくらです。ステーキのお店を今日たくさん紹介していきたいと思いますので、皆さん見てください。ハイロミアサルーンっていう場所に来たんですけど、楽しみです。行きましょう。はい、行きましょう。これですね、リブアイステーキは、あ、19ドルだ。19ドルで売ってますので、食べたいと思います。お米は、白米でお願いします。ミディアムレアでお願いします。これで、はい、以上で。はい。あ、じゃあ、さくらちゃん。はい。来ましたよ。はい。ここのステーキ美味しいって。楽しみですね。楽しみですね。食べましょう。じゃあ、開けましょう。はい。お願いします。はい。じゃじゃーん。美味しそうですね。美味しそうですね。あ、匂い。あ、めっちゃジューシーな。ジューシーなガーリックの、ね、匂いがして美味しそうです。じゃあ一緒に一緒に食べましょう。はい。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。すごいミディアムレアの、また見えます？ミディアムレアの感じが。いただきます。めっちゃ柔らかいですね。うん、もうとろけます。うん、うん、めっちゃ美味しいです。ガリックが効いててね。うん、最初なんか柔らかいのでそのまま柔らかくいくと思ったら、後味がまた塩コショウの味がね、うん、入っててガーリックがジューシーで本当に美味しいです。ぜひ試してみてごめんな、試してみてください。ぜひ試してみてください。2店舗目です、はい、ステーキファーマーっていう場所なんですけども、はい、ここも美味しいっていう評判でアラマーナショッピングセンターにあるんですけども、フードコートの中ですね。フードコートの、ラナイっていうところですか、ね、はい、そうですね、今そのラナイにいますけども、はい、では早速いただいてみましょうか。行きましょう。じゃあ、さくらちゃん、開けますね。開けてみてください。はい、行きますよ。お、わ、すごい、めっちゃガーリックが乗ってますね。ガーリック、あれなんですか、そうですね、もうなんか匂いがね、プンプンしてきますよね。ガーリックの匂いめっちゃしますね。美味しそうですね。じゃあ早速いただいてみましょうか。いただきましょう。はい、いただきます。いただきます。じゃあこのソースにつけてね。ソースにつけて、このガーリックがすごく美味しいみたいなので、ガーリックと一緒に食べてみてください。はい、そうですね、いただきます。うん、めっちゃ柔らかい。うん、ガーリックがあのお肉に染みついて香ばしくて美味しいです。なんかすごいじわーってガーリックが後から広がってね。うん、なんかソースとのこの味も抜群じゃないですか。もう3つセットで美味しいっていう感じで、最後にね、ガーリックの味がボワってくるのがまた後味が、あの、後味がすごいいいですね、うん、しかも柔らかいし食べやすい。食べやすいです。あの、私たちミディアムレア選びましたけどね、ちょうどいいんじゃないですか。うん、本当に食べやすかったです。美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。さくらちゃん、はい、3店舗目です。3店舗目来ましたね。はい、お店何ていう名前ですか。ステーキ&フィッシュカンパニーっていう、プレートランチのお店なんですけども、場所は同じくアラマナショッピングセンターのフードコートですよね。フードコートの1階に今度あります。はい、でここはね、どうしても来てみなかったんです。どうしてかっていうと、はい、お客さんにね、毎回ね、ツアーがどこ行ったんですかって聞くと、大体ね、アラマナショッピングセンターのフードコート行きました。でそこのステーキ美味しかったってみんな言うんですよ。で一度は行って食べてみたかったんで、開けてみてください。どうぞ。開けてみます。お、わ、すごい、めっちゃでかいですね。びっくり。なんか、さっきと違ってガーリックがなくて、
ね、なんかもうアメリカのステーキって感じですね。はい、美味しそうですね。美味しそうですね。じゃあ食べていきましょう。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 ソースがめちゃくちゃ、ね、いっぱいありますね。あ、いただきます。すごいアメリカのザ・ステーキみたいな味じゃないですか。すっごいこうこってり。美味しいね。いっぱい食べてるって感じがします。一口で。そうです。なんかこってりした味で、ザ・アメリカっていう味です。ザ・アメリカって味です。でもこれ絶対アメリカに来て、また一回ね、どこ行くかなったら行きたいですね。なんかお客さんが美味しかったっていうのも納得ですね。納得ですね。これはね。しかもなんか違うソースもあるし、ポテトにしたんですね、今回。そうです、あの、塩ご飯、そうです。で、マッシュポテトにしたらグレービーソースがついてたんで、グレービーソースの味がしてるステーキだったんですけど、あ、せっかくだから、ソースつけてみましょう。これがステーキソースです。これつけながら食べてみましょう。そうですね。はい、じゃあいただきますね。いただきます。じゃあ私、取りますね。はい、入れてください。あ、そう。めっちゃ美味しい。うん。全然さっきと味が違います、うん、なんかめっちゃ味が濃くて、うん、すごいジャンキーって感じ。なんかオイスターソースをね、さらにあの濃くして酢がちょっと強まった感じのステーキソースなんですけども、これにつけるとさらに美味しいですね。なんかボリューミーだからお子さんも楽しめるし、あ、そうですね。それからなんかファミリーサイズでみんなでシェアもできるかなと思います。そう思います。あの家族で来た時はバッチリなプレートランチだと思いました。ぜひ試してみてください。じゃあさくらちゃん、今回はですね、はい、ツアーの、ね、お客さんの話聞いてると100人いたら 90%、 90人ぐらいがこのステーキサックに行くっていう方が多いんですよ。そうなんですね。私まだ実は行ったことなくて、お客さんの評判はよく聞くけど、でもみんな美味しいって言うんですけど、さくらちゃんはどうですか？あ、私はあの2回丼ほど食べたんですけども、はい、めっちゃ美味しいんですよ。じゃあもうぜひタキさんも楽しんでもらえればと思います。もう楽しみです。じゃあ行ってみましょう。レッツゴー。レッツゴー。されてってね、びっくりしました。で、匂いどうですか？あ、めっちゃもう美味しい香りがプンプンと、塩と胡椒の香りがふんだんにしてきて美味しそうですね。じゃあ、いただきましょう。いただきましょう。いただきます。じゃあ、さくらちゃん、はい、ソースにつけてね。はい、ソースにつけてね。じゃあ私も食べます。いただきます。めっちゃ美味しい、うん、美味しい。なんかあの照り焼きソースが肉に絡んで美味しいです、うん、ミディアムレアだったんで柔らかいし、うんうん、食べやすいですね。めっちゃなんかジューシーで、うん、ふわーっと照り焼きの味が来る感じしますね、うんうん、なんかステーキというよりは焼き肉だみたいな感じですね。薄い肉もね、確かに確かに焼肉っぽい感じですね。ね、うん、でそう、これエバラ焼肉のタレみたいな感じね、同じですね、味がね、テリヤキソースがね、感じがします。で、ご飯もちゃんとある、サラダもこっちにあるんでね、合いそうですね。一番大きいサイズを選んだんですよね。なんかファミリーとかでシェアして、2人3人でシェアしてもいいかもしれないと思います。あ、白いご飯もね、すごく量が多いんですね。そうですね、はい、皆さんでシェアしていただいて、はい、いい感じで食べてみてください。はい、ぜひ食べてみてください。はい、さくらちゃん、はい、ついにラストのステーキ来ましたね。はい、こちらどこですか？あのインペリアルホテルの目の前の ABC ストアっていうところなんですけど、その中にあのデイランドデリーかなっていうステーキのプレート、めちゃくちゃね美味しいっていうお話 で、そうなんですね、私も塚さんに教えてもらって行くんですけど、ちょっと楽しみです。行きましょう。行きましょう。
さくらちゃんみたいな。さくらみたいです。さくらちゃん、はい、早速 ABC のねお肉いただきましょう。じゃあ開けてみますね。開けて見た目どうですかね。どんな感じなんでしょう。わ、すごい、もうなんか雪だるまのように。今回ライスじゃなくてマッシュポテトにしたんですけど、雪だるまのようにね、なってて、今回エビとシュリンプとステーキ両方にしたんですね。そうですね。見た目どうですか。美味しそう。めっちゃ美味しそうですね。ボリューミーで。匂いは、あ、匂いもガーリックの匂いがちょっとします。あ、そうですか。私匂いしなかった。あ、しなかった。え、めっちゃしますよ。あ、そうですか。まあ、あの、食べながら感じましょう。じゃあ、いただいてみたいと思います。いただきます。じゃあ、一緒にいただきます。あ、本当だ、ちょっと匂います。いただきます。うん、うん、めっちゃ美味しい、これ、うん、なんか上品な味じゃないですか、すごい、うん、食べた後に、まずガーリックの味がすぐ、ね、うんうんうん、味じゃがしてきて、で、後味がもう肉のね、柔らかさが、なんか肉汁がジューって溢れてる感じで、うんうん、めちゃくちゃ美味しいですね。とちゃんとステーキ食べてるって感じしますね、うんうんうん、どっかのステーキ屋さんで食べてる感じがして、うんうんうん、なんかこれ持ってってビーって食べたりとか、もういいですね。もうあのステーキ屋さんで食べてる感じがまたいいですよね、うんうん、で、あの味、塩コショウの味かな、ちょっと、うん、ちょっとね、塩コショウの味がして、塩コショウのかかった感じで、シンプルな味ですね。シンプルな味です、うんうん、でもあの食べ応えがあって本当美味しいですね。そうですね、はい、ぜひ食べてみてください、はい、せっかくだからシュリップも食べましょう。シュリップね、つけたんです今回。あの皆さんガーリックシュリップ好きな人も多いけど、せっかくだからね、いただきましょう。一気に食べ、うん、うん、うん、めっちゃ美味しい。あ、これガーリックシュリップですね、うん、ガーリックの肉ぼわってね、えました。あのノースで食べるガーリックシュリップも美味しいですけど、ここもまあまあいけますね、うんうんうん、あのシンプルですけど、いける。なんかお肉以外もちょっと味わいたい感じ、うん、お肉と、うん、あのステーキとマッチしてね、美味しいかなって思いました、うんうんうん、ぜひね、食べしてみてください。美味しいです。じゃあ、はい、さくらちゃん、はい、食べ終わりました。めっちゃそれも美味しかったですね。ね、本当に美味しくて、うん、また行きたいなって思いました。あ、そうですね、はい、全部で5つもありましたよね、うん、なので順位をつけていきましょう。3位、2位、1位の順で発表していきたいと思いますので、はい、いきますよ。ダラララララ、3位からいきます。私からいきますね、はい、ステーキシャック。では3番でした。実は私も3番にステーキシャック入れました。そうだったんだ、はい、どうしてかっていうと値段が、まああのまあ、22ドルが一番高かったんですけど、ただね、22ドル85セント一番高かったんです。一番大きいサイズにしたんですよ。そうそうそう、ちょっと、みんなでスタッフさんも入れて3人で食べようと思ったんで、それを値段を下げれば、一番小さいサイズでも良かったかなと思って、うんうん、そうするともうちょっと安かったのかな。そうですね、15ドルぐらい。15ドル16で、うん、そうすると、あの、5つ星中4ぐらいの、ね、値段もね、安いです ね、 そうですね。今まで行った中にやつ。で、あと見た目も美味しそうでした。今日何がいいかって、そのワイキキビーチが見渡せるんですよ、はい、あそこで。あ、そうですね、そこがすごいいいかなと思います。ステーキと海がね、うまくマッチしてよかったなと思いまして、うんうんうん、私はね、3にしました。5段階中の3にしました。私も見た目は3にしましたね。うんうんうん、もうちょっと私はこう切れてなくてもステーキのままでもいいかなと、ね、確かに確かに思いました、ねね、じゃあ、あ、3だったんですね。3ですね。あ、最後ね、あ、味なんですけど、5段階中、私は3でした。私は 3.5 です。あ、そうですか。どうしたかっていうと、ちょっとね、あのステーキっていうより焼肉っていう感じだったので、うん、で、タレが本当エバラ焼肉のタレっていう感じだったので、うんうん、あのちょっと日本にいる感じでした。そうですね、一瞬ね。一瞬日本を感じるような味。はい、でもなんかすごいソースがね、美味しかったですよね、あれ。でも美味しかったし、ステーキも、あのミディアムレアで柔らかくて美味しかったん で、ね、あの良かったなと思いました。私もそう思いました、はい、なんかね、お肉確かにあの日本のお肉な感じがちょっとしますよね。そう、なんか柔らかいし美味しいし、あの本当焼肉を食べてるような感じで、ね、感じが食べやすかったなって思いました。なんかちっちゃく切れてるから食べやすさはすごいありますね。そう、あれはね、日本人の方はね、こうやって切らなきゃいけないの、うん、大変じゃないから、うん、
とかいいと思いました、はい、食べやすくて、あとご飯も白いご飯も美味しかったです、ですね、はい、サバサバしてなくて、はい、パサ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 してなくて良かったですね、良かったですということで第2位ですね、発表していきましょうか、はい、私が選ぶ第2位の方はじゃじゃじゃん、リブアイステーキで美味しかったパイオニアサルーンのステーキです。でどうしてかって言いますと、はい、まず値段が19ドルだったんですけども、19ドルはまあ他のステーキと比べたらまあ同じぐらい値段で、まあ、うんうん、まあ 3.5 ぐらいにしておきます、スターはね。で見た目はもうやっぱりなんか経営者さんが日本人なのか、こうガーリックがすごい丁寧にできる、うんうん、あステーキも分厚いステーキがちゃんとちょうどよく切れていて、で開けた時にもガーリックの匂いがすごいふんだんにかかってて、でソースがね美味しいです。どこにも食べたことないちょっと甘みがあって、でしかもこうステーキソースに合うようなちょっとオイスターソースが入ってたのかな、うん、それがねすごく合ってて、で食べた後の柔らかさもう今でも忘れないです。で今日の撮影日じゃなかった、前回の撮影日だったんですけど、これもね今でも柔らかさがね美味しく伝わってきて美味しかったので、またここもね行きたいなって、の味がね今の言った 4.5 です。それぐらいに美味しかったです。でどうですか、さくらちゃん。実は私もパイオニア選んだんですよ。びっくりなんですよ、かぶりすぎててびっくりしちゃってて、えみたいな、タッキーさんと好み一緒やと思ってるんですけど、まあそれぐらいレベル高かったもんね。そうなんですよ、パイオニアされるんね、まずなんか見た目が、はい、やっぱ日本人の経営者、さっきタッキーさん言ってらっしゃいましたけど、はい、だったんで、うん、すごいなんか丁寧に作られてて美味しかったですし、やっぱ最初に一番最初にあそこのお店訪れたじゃないですか、私たちの撮影で、うん、だからやっぱなんかあステーキやっぱ美味しいかもっていうなんか衝撃がありましたね。そうね、だから私は味は 4.5 にします、はい、あ同じですね、はい、本当にね、盛り付けも良かったし、うんうん、美味しかったし、最初に行ったっていうのも良かったのか、そうですね、衝撃的なね、美味しさっていう感じでしたね、うんうんうん、それでも2位だったので、1位は何だか気になりますね。そうですね、じゃあ1位の方聞いてみましょう、はい、そしてじゃあ1位ですね、を行っていきたいと思います、はい、じゃあ私から、じゃじゃじゃん、リブアイステーキで美味しかったテッパー焼きファーマーズです。あ、すごい画面でびっくりしちゃった。ね、すごいですね。これはね、やらせとか関係なく、打ち合わせにはもう言わないようにして、で、後で楽しみにしましょうっていうね。そうなんですよ。それまさか一緒になるとは思わなかったね。で、値段は実は20.95 で、でも結構一番お高い中の一つで。でもそれでもなんか払いたいと思えるぐらいの、うん、味が私はもう評価が5だったんですよ。あ、そうなんですね、やっぱりなんかガーリックのこう効き味と、うんうん、それからなんかお肉の柔らかさ、うんうん、ご飯とマッチ、なんか全てがもう、うん、あ、ステーキってこういう感じだみたいな。そうですよ、すごい美味しかったんですよ。そう、もうさくらちゃんのおっしゃる通り、ステーキも柔らかいし、ガーリックももう開けた時にスープで一番ね、ステーキの香りがしたし、もう食べた後の食感がね、そう、美味しかったですね。一番なんか進みも早くね、うん、あんまり胃もたれもしないような、うん、ジューシーさもあるんですけど、うん、こうお肉すぎ、なんかステーキすぎないというか、そうですね、食べやすい感じ、日本人に合った味だと思います。はい、どこかのステーキ屋さん、高級なステーキ屋さん、レストランで食べるステーキ屋さんと変わらないんじゃないかと思ったぐらい美味しいステーキ屋さんだったので、うん、おすすめですね。なんかステーキのを作ってるお兄さんもすごい優しくね、うん、フレンドリーで、フレンドリーだったんで、すごい良かったですよ ね。で値段はまあ5段階中、まあ、ちょっと一番高いくて4だったんですけど、あ、ごめんなさい、スター的には3か、3ですよね、3ですよね、3くらいが3くらいだったけど、でもそれをカバーするぐらい味がね、美味しかったですよね、うんうんうん、で見た目はどうでしたっけ、私見た目はすごいガーリックが乗ってて、開けた瞬間にファーってガーリック広がってくるような感じで、見た目もすごい美味しそうだったから私は評価5にしたと思います。あ、私もね、4.5にしましたすごい良かったんですけど、ちょっと1週間経って忘れちゃったっていう見た目がちょこっと忘れちゃった、ちょこっと忘れちゃったけど、でも今でもね、感動は忘れない、そうですね、見た目のね、はい、ってことで、はい、そうです、今回ステーキ5つ
もありましたけど、はい、だったでしょうか。あ、もうね、あの思った以上にもう楽しく、しかも美味しく食べれたので、うん、結構ハワイに長く住んでるステーキってね、あの身近なところで食べる機会が多かったりするんですけど、でも改めてこうプレートランチとして食べてみたら、あ、プレートランチのステーキもね、あのいいなってさらに実感したので、特にね日本からいらっしゃる方は本当にそうですよね。プレートランチに頼らないと自分でさすがにね、ステーキ買ってきてね、うんうんうん、作ることはできないので、ぜひねこの動画を参考にしてもらいたいと思います。そう思います。桜ちゃんはどうですか、桜が咲くような形どういうことでしょうか。のステーキを回るってこと初めてだったんですけど、はい、なんかどれも一つ一つ違った味と個性とで、はいはい、すごい楽しかったですね。味も美味しかったですし、はい、なんか満足できる、ね、はい、企画でした。よかったです。またね、はい、この企画また違った形でしたいと思ってるんで、はい、じゃあ第2弾ぜひ楽しみにしてください。どうもありがとうございました。マロハ。